でどんなものが売れてるか。まあ、例えば、ダイソー商品、ねえー。100円で買える商品が、えー、これ、二重まぶたにする商品。なんと13倍。ねえー、1307円。15.82ドルで売れてます。そして、紙粘土。まあ、これ、人気ですね。えー、5倍。12.4ドルで売れてますで。中にはね、10倍で売れてるものもあります。 これなんでね、同じ商品が5倍とか10倍とか幅があるんだということなんですけど、まあ、安い商品だとね、まあ、そんなにこう、綿密に調べて買わないというのもあって、まあ高く売れる傾向があります。で、さらにダメ押しです。紙デンド。数を重ねて、まとめ売りで6個で24ドル。約3倍ですね。1980円。 まあ,ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。そしてまあベイブレード。ね、こういう人気ですね。1328円で買った商品が45.69ドル3倍で売れてると。でまあこれだけ売れてるんですけど、まあそれでもまだね、オーストラリアのアマゾンはまだテスト期間運営中といったところです。まあ何しろ。 最大都市のシドニーに物流センターはオープンしてません。システムにも不備が目立ちます。他にもね、いくつか日本やアメリカとは違った運営をしています。で、まず今後6月か7月にシドニー物流センターがオープン予定です。まあ Amazon プライム会員、これが一番のね、Amazon のポイントなんですけど、その募集もまだ始まってなくて、 まあこれもね、アマゾンのプライムで7月にあるんですけど、まあそれに合わせて募集開始すると予想されてます。でこれらの不備を補って、まあ、本格稼働した暁には、今より数倍売れて数倍稼ぎやすいシステムになります。今のうちに売れる商品を見つけて、12月の書き入れ時に備えましょう。で、オーストラリア市場でね、日本製品を販売するのがどれほど魅力的かは、 オーストラリア eBay での制約状況をチェックすると予想がつきます。まあ、例えばこの炊飯ジャー,、ねえー。日本仕入れ価格が31,689円。それが約1.9倍の719.99ドルで、えー、制約してます。で同じく炊飯ジャー。ねえー、別なもうちょっと安い機種。ね、15,230円で仕入れて2.1倍。 379.99ドルで販売してます。販売というか制約してます。で、さらに、この業務用の炊飯ジャー。こちら、25,490円で仕入れて、2倍の629ドルで制約してます。で、今度、ヘアアイロン。こちらはね、2,469円で仕入れて、2.83倍、83.09ドルで販売。 でプレイステーションの、えー、ワイヤレスコントローラー。こちら八8500円で仕入れて183.41ドルで制約これ、ね。サインペンのコピック。ねえー、こちらは8849円で仕入れて倍1.7倍179.71ドルで制約。でこのタミヤのプラモデル。ねえー、戦艦ミカサ。えー、7708円で仕入れて1.9倍の 178.90ドルで、えー、販売で。これなんかね、すごい差がついてますけど、えー、タミヤのプラモデルのパーツ、ドゥカティっていうオートバイのね、プラモデルに使うパーツ、こちら1600円で仕入れて、5.7倍の110ドルで販売。それからセガのプラネタリウム、こちら8335円で仕入れて、1.7倍、172ドルで販売。 で今、オーストラリアアマゾンまだ食品販売してないんですけど、食品と販売を開始したらお菓子も儲かりそうです。こちらね、北海道限定のジャガポックル。まあ私も大好きなお菓子ですけど、えー、6個、ね、5990円で仕入れて、2倍の142.99ドルで販売と。あとね、主販免許が必要ですけど、最近価格が高騰している日本のウイスキーも結構な価格差があります。 響きこちら4320円で仕入れて2.9倍の149.0ドルで販売とこのように高く売れる商品はいくらでもありますただどうやってね自分が高い商品を探すのかというところは気になるところだと思うんですけどテンバーアカデミーのサポートは儲かる商品を見つける方法を手取り足取り 親切、丁寧に教えるのが最大のメリットです。サポートを受けた会員さんの実績ね、開始、まあ大体半年を目安に売り上げを報告していただいてるんですけど、まあ半年でこのね、売り上げ3000ドル、そして利益が大体30%出ますんで、これね、アメリカアマゾンの実績なんで、アメリカドルですからね、100、当時10円だったんですけど、今で言って102円ぐらいですかね、 約9万円ぐらいの利益出てます。毎月ですね。で他にも、ここね、6000ドル。6000ドルだと2000ドルの利益ですから、約20万強の利益。中にはね、1万1300ドル、あるいは2万1282ドルというような実績もあります。 まあ、稼げる人だとね、えー、もう月に、えー、100万近くの利益を上げているという例もあります。まあ、半年で100万円っていうのはね、アメリカ・アマゾンが始まった頃に、えー、すぐやって、で、いい商品を見つけた方はね、えー、2ヶ月目から100万円っていうのがありましたけど、まあ、そこまで、まあえー、上出来にならなくてもね、えー まあサポートした通り、まあ、商品見つける、えー、方法を教えますんでね、えー、その通りやっていただければ、半年経った頃には、えー、月額、えー、30万円、えー、利益というのをね目標にやっていただいて、まあ、それに近い数字を上げていただくというようなね、えー、実績もありますし、まあ見込みとしてもそれぐらい稼げるだろうというような感じです。まあ、そのサポート会員、現在募集してますんで、えー、こちらのね、えー 下の、下の方っていうか最後の方に、この説明書きありますで。こちらを読んでね、こちらの購読ボタンを押していただくと、まあ、サポート申し込みとで。サポート申し込み受けた後にですね、えー、私がメールを差し上げますで。そのメールでね、無料のスカイプ相談をしていただいて、サポート内容ちゃんと理解してるか、ね、サポートをすればちゃんと稼げそうか、まあ、それを確認していただいてからね、 え、サポートを受けしてみますんで、お受けしますんで、まあ、なるほど。科学者取れるの分かったしね、えー、副業やりたいなと、ね、輸出面白そうだなと思った方は、こちらの購読ボタンを押してね、えー、ご登録ください。えー、ご登録をお待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。